はい、皆さん、実は猫ってね、目の色が変わるって知ってますでしょうか。はい、ということで今日のサブチャンネルです。マロンさんが子猫の時だから生後2ヶ月ぐらいでペットショップからね、こう引き取ったんですけど、その時の画像はね、はい、こちら、初めてうちに来ましたよっていう紹介の動画ですね。ちょっと目の周りがかさぶたでちょっと固まっちゃってるんですけど、キトンブルーっていうらしくて、最初子猫のうちはみんなそうで、グレーから青色っぽい色らしいです。で、今ね、こう見たらどうですか皆さん、全然違くない？マロンちゃん、マロンさん、どう？変わった？全然違うよね。最近ね、よくツイッターとかでマロン大きくなったんじゃないって、もう本当なんかすっごいいただくんですけど、確実に目の色も変わってますよね。はい、ということで、ちょ、他の写真、これなんかもう、あの、うちに来ましたって、本当まだ地に足をつけてない時、ペットショップで箱でもらってきた時の写真なんですけど、青っていうか、まあ、グレーっていうか、まあ、キトンブルーっていうらしいんですけど、最初こうマロン引き取った時に視聴者さんに言われて、子猫から色変わるらしいよみたいな。最近本当にマロンね、目の色がちゃんとしてきたなって感じます。チャチャさんとはね、ちょっとまた違う色なんですよね。これなんて色なんでしょうか。ちょっともう一回あの見せましょうか。もう一回ちゃんと見せましょうか。はい、こういう感じの色なんだけど、なんていう色なんだろう。あの、色にも名前があって、あの、赤っぽい色からなんか黄色っぽい色で、チャチャは割と黄色っぽいような感じするんですけど、どういう部類の名前にこれなるんでしょうか。で、もう一つ僕がちょっとあの密かに期待してるっていうか、すごいね、この事実があるんですけど、皆さん、オッドアイって知ってますでしょうか。まあ、もちろん猫を飼ってる方なら知ってると思うんですが、左目と右目の色が違うってやつですね。で、しかもその中でも白猫に多く見られるらしいです。マロンさん、白猫でございます。ということは、もしかしたら今後マロンさんがオッドアイになる可能性もあるかもしれないということですよね。なんか先天性のものらしくて、あと後天性、なんか事故で目の色が変わったとかいうパターンもあるらしいんですが、なんか白猫に多いって聞いたんで、もしかしたらね、マロンさんもオッドアイになるかもしれない。オッドアイの素質を持ってるっていう。オッドアイになってもらったらどうしようね、マロン。オッドアイになるかもよ。オッドアイになってもらうかもしれない。たまにこうツイッターのリプで視聴者さんからこう猫の画像を送ってもらって、オッドアイの猫ちゃん数回見たことあって、それも確かに今思うと白猫だったかなーっていう感じ。もしかしたらマロンさんもオッドアイになるかもしれないよっていう動画でした。